ありましたけど。なしみたいな。やるでしょ。なしみたいな。ええ、それもう決まってるから。なるほど。このリング見えたわけ。喧嘩でした。喧嘩して。喧嘩って言えるだろう。お前の気分でやっとくことないんだ。お前の気分でやっとんだこれ。そう。お前がボクシング教えてほしいって時お前は来たんだろう。いろいろせやもん。ガチでやるかもな。血の気持ちわかんないしね。この国に来て全部一人でやってて、でいろんな悪い経験もあって。たとえベンチやって倒されて手を負けしたら恥かくけど、そんなこと気にせずに俺は今までやってきたんだ、お前なのに負けるかって相手が多分こっちがこうやってくるから、あまりやりすぎたらダメだから、胸に込めてこんなクソあまりね、こうやったのがかっこいいから、うん、もちろん、ね、すごっ、なんか熱いぐらい熱いどうだまた。バッカーッバッナイスツーバッ熱くバッ待って、まぁ、じゃあ、ヘジャブよくせと。ヘジャブよくせと。バッヘジャブ。ヘジャバッパヘジャバッパバッヘジャバッパバッヘジャバッパ服バッおじバッワンツーバッワンツーバッデーブか、デーブスペクターってことですよ。そうなったらいいよね。ダジャレばっかりやばい。じゃあちょっとダジャレキャラでいきますか。ダジャレでいこう。あのじゃあダジャレ言うのは誰じゃ。ダジャレ。分かった。ちょっと俺マジで、ね、やばいわ。やっぱ80今80キロぐらいでしょ。80あるないくらいです。やっぱパワーあるね。動き足りないでしょ。いっぱい用意したんだけど。何をしたの？ケンチカツ。どうする？おい。いねえ。ちょっと怖い。お。お、出てました。俺の今の若い衆。あ、そうなんですか。第何号や、お前。2です。2号にした覚えはないんですよ。まあ、1を目指して。あ、しゅんさんの1を目指して。今、頑張ってね、ボクシング教えてるんだ。あ、そうなんですか。軽く待つだね。体重たまり。はい。おい、いいんだよ。ちょっと、すごいですけどね。ちょっと、まだメンチから。あ、わかりました。メンチから。メンチから。まだ。じゃあ、待つですね。はい。じゃあ、お願いします。ちょっと準備します。はい。え、準備し、待つ？うまいね。赤コーナー、イルイ。青コーナー、ポーラー。ボディーが取り取りでお互いにこう触るかな。そういうことですか。そうだ。だからしながらこううまく。いや、そうですね。気持ちが負けてるよ。力入れて、力入れて、足から。うわぁ
っす。よし耐えれるんだって。だから見えない角度でこう打つの。確かに今のめっちゃ怖かったですだからこう集中させてこうやったり、おその角度で当てられるかどうかだから。いきますよ。おいいね。やっぱね、強いね。オッケー。でも強い強い。当たり前さすが。だからポーランドもパンチあんだから、今のボディの打ち方もうまかったけど、じゃあどうやってこうフェイントで、はい、フェイントでこう打てるかとか、上と下に、そうそう、上に集中させて、それができれば、じゃあ座りましょう。はい、座りましょう。日本に来た話があるけど、もういいよね。はい、めちゃめちゃね、日本語が堪能で、日本語の学習、あ、そうです、英語学習、はい、英語学習、もういいよ、日本語学習。海外のその外国語の言語学プラス、うん、自分がメイン専門としては日本語の言語学で、日本語って何なの？その、まあ、言語の細かいニュアンスを研究したり、ニュアンス、まあ、いろんな研究があったりするんですけど、僕の場合はその、うん、あのモダリティっていう、まあ、あのことを、まあ、研究していて、うん、モダリティっていう部門の中に入ってる修常詞っていうあのことを研究してたんですけど、それはあの文末における常詞ですね。だから例えば「ね」とか「ぞ」とか「ぜ」とか、うん、あ「誰かいるぞ」っていう、その、 あの細かい修常詞、あれをまあ、使うことによってどういうふうに自分が言っていることをまあ伝わるか伝わらないかとか、どうやってこう自分がちゃんと伝わるように何かを言えばいいかとか でここに来たんですけど、最初は大学院に入るために来たんですけど、途中で博士になるのがちょっと時間いっぱいかかりますし、お金ないっていう、ちょっと家族作れない問題を考えたら、やっぱりもう仕事にしようかなと思って。なるほど。で母国に帰らずに日本でちょっと、でそうですね、ずっとここで、まあ、映画とかドラマの仕事をしてます。あ、なるほど。もういきなりそういう人に出会ったんだ。そうですね、ポーランドで、まあ、知り合った大事な友人がいるんですけど、でその友人にこうその業界を紹介していただいて、でそこからもずっといろんな、まあ、結構デカの映画とか。なるほど。で4年前に日本に来た時にそのボクシングも、最初はそのボクシングで行こうと思ってたんですけど、はい、でもその、まあ、ビザの問題とかで諦めて、もう諦めるしかなかったので、でそこからその映像業界に切り替えた。映像業界に。で最近は、まあ、桜みくるさんとか、はい、そのブレイキングダウンとかいうなあれで、はい、まあ、やっとちょっと好きな格闘技もできるようになってきてるんですか。今さ、ブレイキングダウン日本でめちゃくちゃ流行ってて、うん、これが海外に進出っていうのも出てるんですよ。ポーランドさんを人にっていうか中心というか、うん、そうですね、僕がそもそもそのブレイキングダウンに入ったきっかけっていうか、うん、私はあの朝倉さんの1000万企画で、はいはい、で、あの、まあ、出ようとしてたんですけど、はい、でそこから僕、まあ、そのまあ、一般人に知られるようになったんですけど、はいはい、でその後はミクルさんと普通に飲んでたら、はい、まあ、ブレイキングダウンなんか出てくれんかみたいな話をされて、で僕は最初その時まだブレイキングダウン知られてなかったので、あのただ の, その、まあ、ヤンキーが戦うみたいな感じだと思ってて、で最初は入りたくなかったんですけど、うん、でそこからその海外の話が出てきて、うん、でちょうどミクルさんがあの、うん、フェイメムメイっていうポーランドの団体のアンバサダーになったんですよ、ね。あ、でそれでもしかしたらそのポーランドの団体と、うん、あのブレイキングダウンがこう対抗戦できるようになるっていう話が出てきたので、うん、まあ、自分もあそうだったら僕はそのポーランド人としてちょっとブレイキングダウンとそのポーランドの MMA をつなぎたいなと思ってブレイキングダウンを書いたんですね。だからまあ僕的にはもうすごく楽しみにしてます、うん、そのもうできるだけ早くこの対抗戦をしたいですね。あ、プレイヤーとして出たいんだ。自分が選手的な話はちょっと話してたらなんか、うん、あの優子さんなんですけど、うん、プレイヤーもあと、まあ、通訳とかそういうのも全然やりたいなと思って、うん、なるほど。からその対抗戦をやるんだったら、うん、何が一番難しいかっていうと、そのやっぱり言語 あの壁あるじゃないですか、うん、でそれだと煽りとか面白くなるし、うん、あ、なるほど。まあまあ分かんないもんね。そうですね。なのでこうちょっとふざけた、あのめちゃくちゃ真面目な通訳じゃなくて、うん、ちょっとふざけた通訳を入れた方が、こう、結構バズるんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってて、うん、海外進出に向けて頑張るってことですね。そうです、はい、できるだけ早く、はい、うん、なんかね、まだ聞きたいこといっぱいあるんだけど、また次回でいいか。
いや、合気道さ、俺教えてあげるからさ。よっ、あれだ、怖いな。おい、座ってください。あっ、やばいやばい。おい、山の子はスティーブン・セガールやん。おい、座ってください。うわ、なんで、やばいな。なんで、これが合気道ですよね。これは合気道です。はい、はい、これはスティーベスが。すいません、茶番でした。ありがとう、今日。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、チャンネル登録と高評価、そしてコメント。はい。はい、誹謗中傷はやめてください。お願いします。お願いします。メンチカツ。サブチャンネルを立ち上げようと思います。一応ステージ4って言われて丸8年伸びてる人間なんで、多少はなんかアドバイスができると思うんで、まあそういった、ね、相談とか自分がやった治療法とか、ちょっとこれからはそっちのチャンネルで流していきたいと思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。で、これはね、本当に収益につながったらその収益の一部を寄付しようと思います。まだ寄付する団体とか決めてないんですけど、ね、サブチャンネルを立ち上げる決意とこの報告をさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。